人でフードコートにでも行かない？おお、いいですね。ぜひ行きたいです。アイドルっていつ見られてるかわからないから、選ぶメニューもアイドルらしいものにしないとダメだよ。アイドルらしいメニュー？それは例えばタピオカミルクティーとか。なるほど、タピオカミルクティー。確かにアイドルって感じしますね。全然わからない。アイドルの道はなかなか険しいですね。